さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月5日20時50分、ワンピースの関係者の皆様と、アナザーブルーの助けさんに働きに来ていたんだといや、あのね、あのさっきあのヤマトの件をね、触れてこう話してたんですけど、心の声桃之助いや、だから宇宙戦艦ヤマトのリメイクかヤマトっていう話のしまった、桃之助の方が波動を出してるこうなったら古代兵器エネルギーの残存量問題があるかヤマトが桃之助になって、今度は桃之助が波動を打つ番やで映像を切られるからいや、昔子供の頃言ってたと思う、まあ、スーパーロボット大戦ね、あの宇宙戦艦ヤマト、まあ、まず リメイクあのアニメの方とかでリメイクしといて、まあ、それからスーパーロボット大戦GOって、そうじゃなかったら食いつかないからって、まあ、まあ、もっとリメイクはいいですよ、宇宙戦艦ヤマトも。いや、あの、角は生えてるか、ヤマトの方、モモの助が波動砲を打ちながらヤマトが突っ込んでいった。昔の筋肉マン、ロングホーントレイン。おかしい、いつからクラクションがオンになったんだろう、わかんない。まあジオストーリーさんの方では、あの1700年ぐらいの頃にはアメリカの、その今の現在のアメリカの国境内のところにフランスや、スペインや、イギリスや、まあ多分ドイツとか、まあ、あの近辺の国、ポルトガルだとか、いろんな国の方たちが乗り込んでますから、言語もみんなめちゃくちゃ、意思疎通めちゃくちゃ難しい。まあ、もう誰かが広めてしまったんでしょうね、最初。新聞か何かね。角が角確かホーンですよね。一応ホーンで、まあ、角笛とかがあって、その羊飼いの人たちとかが、どこからどこまで本当なのか分かんないですけど、それで本当に帰ってきてくれたのかどうか、羊たちが。なんかそこからして、本当かなって、それを見て、本当に帰ってくるって。本当の映像ありましたっけ、アニメでこう綺麗に描かれ、こう作者の人たちとか、こう綺麗に描こうと思って、良いシーンとしてね、コツの上を。それで集まってくるようなシーンを見てしまって、浮いては見たもん。教えるところから始めかと思いや。最初のうちの何頭かが覚えてくれたら、他の羊たちが、あ、なんか集まっていきようわ、ついできようか。それでなんとかなってたんじゃないですか。長い間浮かんようになった。どうせ羊たちも忘れいやね、そのロングホーントレイン筋肉ラーメンマンバッファローマンおかつ体重差が逆、ただし上下逆だったら、それはそれラーメンの続きになるっていう。聞き取りづらい人、ヘッドホンつけてもらったらだいぶ聞き取りやすいんで、
まあいろんな動画がそうなんですけども、あのヘッドホンをつけるとつけないじゃ、あの音の出方が全然違うんですよ。あのそういう部分あります。あのヘッドホンを作ったメーカーさんの意見がありますから、それのとこちゃんとしたヘッドホンつけてるんだから、あの、まあ、ちゃんと聞かせてあげようということで、笑いながら喋ってますんで、あの音声かなりあのめちゃくちゃに、あの全然はっきり聞こえないみたいな形になってるかもしれませんけど、これ2通りあると思うんですよ。画面一応僕の映ってる画面を見といていただいたらしっかりと聞こえると思うんです。まあこれはね、テレビを見ていて、そのコンピューターからの稼働で、まあ結構そういう現象があるんじゃないかなと思われる部分はありました。たまに言ってるとか言ってくるんですけどね、本当に言ってるからと、他の人が聞こえてる方嫌だなとか思いながら、まあまあその辺をどう描かれるかなとか、さっきのワンピースのスタッフの腕どれだけすごくすごい方向で描くか、一応そのヤマトプラス桃之助で多分4個とまあ4個を上回るぐらいの位置づけに持っていけるんじゃないですか。あの七部会2人で4個を倒したみたいな形の、そのあのごめんなさいね、こっちのにこだわって何かこう角のエピソードを作ります。探せばいろいろ出てくると思いますよ。どうしてもその方向、ごめんなさい聞き取りづらくて、どうしてもその方向から行くと角が刺さった時、元ネタ知ってる絶対笑っちゃう声優さん何にも聞かないままセリフ読んだもん。絶対本番中全然すまなくなるから、あかん笑って絶対もう今のこの話多分もうそんな、まあそのシーンが出てくるのはね、一体 何年後かわからないんですけども、急には無理でしょう。イム様という存在がどういう風に描かれるのか、コロナウイルスのね、結局生物兵器で医療業界と科学業界をね、やらかしてしまったことですから、まあ5条ほど違反していると。まあそれからファイザー社とモデルナ社の CM 見なくなったでしょう。まあ、アメリカでどのような追い込みがかかってるか、まあ本当のあの映像とか見せてもらうと、助かるなと。世界中のいろんなね、製薬会社でしっかりと追い込みがかけられるみたいな形でね。あ、まあその辺のことを考えたら、まあモンスケも一つの国の、まあ王様みたいに位置づけじゃないですか。まあ、世界中の、まあ、王様が集まってくるような話もあってもいいんじゃないかなとは思いますよ。クルーツラパークにだいぶ集まりましたし、その後大統領や慣れた方とか、だから、まあ、ちょっとこの話ね、海外の人たちにこう、広がりやすいように、そこにちゃんとエネルギーの残存量問題を伝えたときに、みんなが、あんまりもう車、なんか買っちゃダメなって、ちゃんと電車バス等を自主的にしなきゃならないなっていう方向とか、まあそういう意味とかもつけておくために、プルトンどうしてきます？もう眠らしております。あの、レストランカトレア、フルーツラパークのあの、スープの中に入ってる、その、あれはクルトンでしたっけ。ちょっとね、僕も長い間慣れてないので、だいぶ今こんだけで笑いすぎて、もう昨日寝たのも睡眠時間 2,3 時間ぐらいだったんで、もうね、もう今日もだいぶ嫌気がさしてたんですけども、アナザー
ップ見て、そのまあちょっと面白い方向に舵を巻きってる状態で、まあなんとか精神的に持ちこたえてる。まあこっちの目からはね、もう涙がちょっと出てるんですけども、というわけです。まあ NE の残存量問題とどう結びつけて、話進められるか、スタッフの皆さんにお任せいたします。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と身の回りの方に、まあ、淡井さんの動画見た方がいいよと、まあ、いうことを言っていただいたり、まあ、建てすぎてるビルとかをいろいろ自分の、目の届く範囲で撮影して、まあ、建設業界会社の名前だとか、そういったところを、まあ、名指しで、名指しというか、まあ、撮影ですね、表記して、指摘していたりとか、まあ、ああいうことをしてるところを見てもらって、僕はどういうふうなことを言ってるかとか、そういうことをも知ってもらったらね、エネルが登場するんちゃうかとか。いや、もうここの住宅だけで、2022年のエレベーターの電気代だけで41万超えだったんですよ。4階しかないんですよ。1つのフロア10件。だから50階建てでエレベーター6機とか 8機ついていて、で、まあ会社関係が多くて、ただそのエレベーターを使用してるところなんか電気代多く多分いってるでしょうね、年間で。で、だから使用してるエネルギーがとんでもない量、だからガス火力発電所だとか石炭とかの使用してる量っていうことになってくるんですよ。だから人口ずっと減っていってるのに、ビルが高くなるわけがなかったんですよ、最初から。あ、まあそういうことも皆さんで勉強していただいて、僕の YouTube を見ていただいて、まあワード見てもらって、まあこの辺がちょっと見とかなあかんところちゃうかなっていうところ、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでは長い間ご清聴ありがとうございました。モモの助に、モモの助がじゃなくてヤマトが絶対言われるけど、カイドウの二人とも波動を見せ、角をやめて、もう本当は聞いたことあるでしょ、角をやめて、やっぱり波動二つの夢の波動を二問装備一問故障したら困る。まあ僕は8月9日で蛇年生まれなんですよ。まあスクエアニックスさんのブレイブリーデフォルトってデフォルトってブレイブリーは勇気でしょ、デフォルト債務不履行みたいな意味じゃないですか、勇気崩壊みたいな大地を食らう蛇でしたっけ、まあすごい良い曲作っていただいてるんですけども、その桃之助の竜と蛇年西洋型にするか、そのまあ東アジア風にするのか、日本昔話の竜と蛇に近いからこれでもうええんちゃうか昔の国会議員のその話聞いたトカゲ空飛ばしてんのあんまり変わらへんなんかね、トカゲの話があったんですよ、トカゲの話どうするああ、イモリとヤモリタモリさん、イモリさんもイモリ、ミルキさんっていう年上の人がいらっしゃいましたけども
ちょっと話終わらなくなるんで、もうこれぐらいにしときますね。まあ若い人はなかなかわからない話だと思いますけどね。どうします。まあもともと僕あまり見るの拒む方ですけども、タモリステーションに用意されてきた。タモリタイム、ヤモリ、いや守ってる。あんな真正面からだってプロ野球選手だって150キロのボールちゃんと避けてるんですよ。高校生でも130キロぐらいのボールみんな避けれますよ。大抵のボールはね、よっぽど避けにくいところに投げ込まなかったら。初速指やで150キロ出せる人間絶対いないですから。何が言いたいかっていうと、威力がまずない。これ判例六法黒い方ですけど、0102、これで十分防ぎます。打ってみって、野球部初心だったらその距離だったらこれで余裕で止めれるから。その前に避けれるでしょうし、正直ね、多分あとはボクシングしてた人だったらこうジャブみたいな形でこうパッて掴むみたいな。いや最後の方ね、時速50キロか30キロぐらいになってるから、そうキャッチボールの感覚があったら、あこれできるわって気づいちゃうから。昔の戦の話絶対嘘ですから、あのモンゴルが中国制圧して気がついたら西の方赤十字軍と戦っていた。人口300万人ぐらいしかいらっしゃらないんですよ。その日本の人口自体が今の国境内で4000万人ぐらいで、まあ北朝鮮と韓国、朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた時に人口1億人ぐらいで、そこからの後から上がってきた戸籍謄本で、まあ死亡届混じりつつで1億2000万人っていう表記をしたわけなんですよ。じゃあ昔モンゴルの方はどれぐらいいらっしゃったのかとか、その距離を考えた時に、もういいから自分で歩いてみなさいと。そんなところって山道なんか歩けたもんじゃないから、山登って上がって下がってくるのって、まあ、僕も河川の撮影とかで1日40何キロ歩いたりしています。あの歩数計でね、あの表記したりとか、まあ、見せてますけど、まあ、六法全書持ちながらの事務所回りこの間28キロぐらい。しんどいよ、ほんと。以上です。もうこれぐらいにしとかなかった話で終わらなくなっちゃいます。もうこれぐらいにしときますね。以上です。チャンネル登録と着信通知と、身の回りの方たちに淡井さんの動画見といた方がいいよとお伝えしていただけると助かります。まあ、ニュースのこともちょいちょい言ってますんで、皆さんの誤解がないように。あれ見てたら騙されますからね。地方交付税法のことでいろんな人が公務員の人たちがもう怒られてますから。